皆さんこんばんは。人格管理研究所所長のハイドです。もし自分の家族や友人や恋人が人格管理者になったらどう付き合っていけばいいのか、何をしてあげられるのか、6つのカリキュラムで学んでみよう。愛する人が人格管理者だと分かったら、あなたは大きなショックを受けるだろう。あなたが愛する人の中に別の人格がいると知ったら、あなたはどうしていいか分からずうろたえるだろう。しかし人格管理者の中の人格はどんな人格であれその人の一部だということを忘れてはいけない。暴力的な人格はその人のイライラを一身に背負ってくれてるのかもしれない。だから愛する人は穏やかな性格でいられるのかもしれない。幼児人格は幼少期に親に相手にされなかったその悲しさを一身に背負ってくれてるのかもしれない。だから愛するその人は大人として働けるのかもしれない。こんな風に中の人格はその人の何かを背負ってくれている。誰しも完璧な人など存在しない。誰にだって喜怒哀楽という感情があり、温かい心も冷たい心も持ち合わせています。人格管理者はそれが分かりやすく表に出るだけなのです。そしてそうなってしまったのには本人ではどうしようもなかった悲しい過去があるからなのです。だから愛する人が人格管理を起こしたら、その人の全ての人格はその人の一部だと思ってほしい。それぞれの人格の言葉に耳を傾ければその人はそれ以上の乖離を起こさなくなり、中の人格が勝手な行動をしなくなっていく。一度乖離してしまった人格は一つにまとまることは難しいが、行動の制御というものは可能になっていく。人格乖離は重症であれば専門医の力が必要となるが、軽症であれば十分社会生活ができる。今は病気と言われたとしてもそれが個性として認められる時代がやってくると思っている。人格乖離者のことを理解し温かい関係を結んでもらえればと思います。ハードル人格管理その他精神的なことで相談したい人は電話とメールで受け付けています。詳しくは概要欄から。